飴をくれる女。飴もらえたねみたいな話して、え、もらってないよと。飴くれた女の人いたじゃん。いやいやいや、女の先生いないよと。呪い、オーブ、ポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話。正義〇〇の。いやいやいや、いけてたよ。いけてたよ、今ね。いけてたよ。いけてたよ。邪魔すんだよ。いけてたからおもろいんだよ。結構おもろかった。いけちゃったからこそ。正義〇〇の、ゾッとする怖い話。はい、ということでやってまいりました大人気企画、はい、ゾッとする話ということで、超楽しい。出ました。なんと13回目を迎えることで、ありがとうございます。あ、ご長寿企画。前回のお話でたくさん体験談を募集しまして、すんごい量の体験談いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。高評価もすごい感じ、これ素晴らしい。本日はその中から怖いなと思ったお話3つお話ししていきたい。おー、今日は3つだからすぐ終わっちゃうかもしれませんね。いやもうちょっと4つだよ。もう4つと行かない。どこ行こう。そのままここ欲しい。1つ目のお話。白い女。まあ体験者の方が小学生の時ですね、まあ自分の部屋で寝ていまして、夜中に目が覚めたわけですよ。まあすごい鮮明に覚えてるみたいなんですけど、まあ目の前見たらテレビの電源がオフになって、うん、はい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 、でテレビが目の前にあるみたいな。寝るじゃないですか、うん、ベッドこれやつじゃないですか、うん、だからここですよ、テレビ多分この辺にあるわけですよ、うん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 、大体近くにあるじゃないですか、うん、はいはいはい、で多分ここに窓があるんですよ。このテレビを見たら反射して窓から白い女性がこう、そんなはっきり表情まで。いきなりやだわ。おいおいおい、これやばと思って、すごいバッともう目を閉じました、うん、はいはいはい、まあそんなことはありえないと、うん、気のせいだ気のせいだ自分で言い聞かせてもう一度見たんですけど、はい、まだ笑ってる。確実にこっちを見ていることが分かって、もうすぐ布団にうずくまって寝て、まあ、その日やり過ごした。うわもうやだなそれも。で、まあ、その家自体がまあ引っ越してまだあんま経ってないような家で、1年経ってそんなこと忘れかけてる時に引っ越したんですよ。で引っ越しが終わって、まあ、小学生だったので、その日引っ越して友達2人呼んで、遊ぼうよみたいな、はい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 、目で遊ぼうとしまして、新居の近くですね、うん、通ったんですけど、それ実家に帰ったんですよ。実家に引っ越しただけなんですよ、うん、ああなるほど。戻っただけで、その家からめっちゃ近かったらしいんですよ、昔の家と。だからたまたま通らなきゃいけなくて、家を通ったんですよ、3人友達と一緒に、うんうん、それと友達がこう言ってきます。あれもう引っ越したばっかのに、もう誰か住んでんだ。いやいや住んでないよと、引っ越してまだ数日しか経ってないよと、うん、え、でも今窓に女の人立ってたよ。うん、またいるの。え、どんな人。めっちゃ笑顔でこっち見てて、うわー、もうそれやずっとおるぞ。ずっといるの。やば、ずっといる。窓近辺にずっとその女性いるんです。笑ってるっつうキモいよ。その家に取り付いてるから。自爆霊だ。下に取り付いてはなかったけど、家にいるんだ。あー、そういう。で、引っ越して、その家たまたま通った時も、満面の笑みでこっちを見続けていたと。やばいね。でも考えたらやばいですよ。ゾッとするわ、これは。一つ目はこれにて終わり。ちゃんとゾッとするんだけど。シンプルに。まあ、ジャブ目ですけどね。二つ目のお話。トーマスのコップ。トーマスのコップ。ある日ですね、家の前に男の子が来まして、その子はこう言いました。水をちょうだい、あるでしょトーマスのコップ、とだけ言ってきて、あるにはあるらしいんですよ、その家にトーマスの。おー、まあでもいきなり来て、なんだこいつと。気味が悪いじゃないですか、うん、気味悪いね。いやこの家にはないよと言って、まあ、その日帰ってもらったんです、うんうん、でも何度も何度も毎日、あるでしょトーマスのコップ、その家を訪問してくれる。何やそれ。まあ渋々トーマスもあるし、何度も言われてるので入れたわけですよ、うん、はいはいはい、でまあ水をあげて、その日はその水飲んで帰ってもくれたと。ほう、そこからまあ毎晩毎晩結局また来るんですけど、まあ水から上がってきたばかりのようないつも格好をしていて、ふやけてるというか、まぶしろいし、濡れてんだね、ちょっと。うわ気持ち悪いな。で裸足なんですって。そんな感じで気味悪いなっていう日々を過ごしてて、
霊媒師に相談することにしました。さすがにおかしいと、うん、おかしい。相談するとその子はあなたについてますと。でまあある時ですね、トーマスのコップもう一個ありまして、まあそちらのコップを出したわけですよ、うん、やっぱりやったんだよ。うわびっくりした、マジびっくりしたわ。もう一個の方だったんだけど、その子が探してたの。そっちじゃなかった、なぎさ。なるほど、怖かったらしいです、もうその人も相当。やばいでしょ、本当にやばいなと思う。霊媒師に言われたことを思い出して、取り憑かれてるけど、水をあげ続けろと。大量の水を飲ませてくださいと言われて、言われた通りに、もう水を大量に飲ませた、その子。めっちゃ飲むんだけど、飲んでるうちに、苦しいよ、やめてよって言うなって。いや、やめれないと。もう来ないでっていうことを言って、そしたらまあ水飲むのやめて、わかった、もう来ないと。最後に一つだけ言わせと、夢の中で現れる霊は本物だよ。とだけ言って走って帰ったし、まあ、当事者の方はもうずっとその感覚忘れられなくて、水の コップ持ってる感覚とか全然ある。夢じゃないんですよ、現実なんだけど、まあ、その子が言い残していったのは、夢の中で現れる霊は本物だからねと、いうことだけ言って去ってしまったという、もうリアリティがやばくて、後味がやばい。やばい、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 やばい。水飲んでるから水なくなってるし、ね、あーそうだね、そうだね。で、水でふやけてた子供ってことは多分水害系で亡くなった子供って思う。いろいろとして、そう、鳥肌結構、うん、やばいね、いろいろ。ミステリーよ、やばいやつ。気味が悪いよ、これ。そう、今後夢で幽霊見ちゃったらそれが本物なんだなって思わなきゃいけない。あー、そう、そう、俺らはそうなるよ。うわ、考えてみるとあんま夢で幽霊出ない。うん、まあ出ない。そう、確かに。多分俺見たことないと思う。俺もない。俺はあるけどね。あるんだ。俺は超ある。今日も見たし。セギチって、セギのお父さんがいて、あ、こんにちはっつって、で、めちゃ、おーってすごい、うん、ご機嫌で、なんか後ろになんか変なのいるぞみたいな言われて、髪長い女だってて、俺もカッて起きた。お前、やばいじゃん、お前。俺、今日、マジなんじゃない。最近お前やばいって言われてるじゃん。うん、じゃあもうそれついてんだじゃん。起きた時、イヤハセやばかったの。イヤハセ、イヤハセ、イヤハセ、イヤハセってね。そう、本当に怖くて。怖っ。夢の中で現れる霊は、聞いた今、何聞いた、どって音、え、何も知らなかった、え、ガチやばい、え、ちょ、席買って、マジ無理、ここガチ、ガチ、ガチ無理、ガチ無理、何も声しな、ちょ、席買って、マジ無理、ここリボンすごさやしね、カチムリ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 、やばい、やばい、やばい。それでは本日最後のお話、早いぜ、早いって、怖いって。でもこちら本当に結構 SS レートな、マジで実体験なのにやばすぎるお話、やだ、それもう無理だわ。今回もね、ちょっと最初に記事載せてましたけれども、もちろん募集したやつなんで全部体験だとなっております。はい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 。それでは最後のお話、飴をくれる女、年長さんのなるとですね、はいはい、まあ、その方の幼稚園でお化け屋敷をやると、まあ、年長さんだけやるっていうのが恒例だったみたいで、その方の年になった時はですね、教室でお化け屋敷やったと。で、普通に教室のお化け屋敷入りまして、まあ班で入ったんですよ、何人か、そしたらですね、まあ、ある女の人の幽霊、え、落としたなんで、え、ちょっとやばい、マジでやばい、そんな時やばい、マジでそんな大きい音じゃないけど、ここ聞こえる、もしかして鈴の音もした、今、え、ちょっと鈴、あ、そうです、びっくりした。で、まあ、年長さんになりまして、で、女の幽霊役の人のところに行って、そしたらはぐれちゃったんですよ、他の班の子たちとは。あ、で、その女の人が見たことない綺麗な飴くれて、そのまま、まあ、出まして、まあ、武器屋敷終わって班の方に飴もらえたねみたいな話して、え、もらってないよと、誰ももらってないですよ飴なんて、うん、飴くれた女の人いたじゃん、いやいやいや、女の先生いないよと、いやー、最初説明で男の先生しか幽霊やってないっていう説明をしたでしょっていうお話をされまして、あれ何だったんだろうと思ってですね、まあ、お家に帰って、お姉ちゃんがいるので、
お姉ちゃんに聞いたんですよ、うん、お姉ちゃんも同じ幼稚園出身なんで、まあ、毎年あそこは裏にお墓あるみたいな幼稚園、お墓を使ってお化け屋敷やってたと。うわー、来るね、ちょっと雰囲気もすごかったんで、めっちゃ怖かったんだけど、なんせ毎年行方不明者が3年連続で出てで、やめて教室やることになったと。毎年行方不明に出るぐらいなんか不気味なお化け屋敷大会になっていたという、その事実をまず知りまして、後日ですね、おばあちゃん家に行くことになって、おばあちゃん家はお墓の前にある、まあ、だからそのお墓を通らなくちゃいけないわけですよ。はいはいはい。みんなでお墓を通っていたんですけど、するとですね、お墓の中に2、3人子供がいるわけですよ。夜なんですよ。もう6時とかもう暗くなり始めてるような感じ。なんでいるんだろう、その子供だけで、と思って不思議に見ていると、袋持ってるんですよ。袋、うん、子供たちが。でよーく見てみると、あの時もらった綺麗な飴が入ってるんです。もうやだ。その時に全身の取り方がつまらなくて、あ、これマジでヤバいやつだと思った時には、もう後ろに気配感じて反射的にこうパッと出てくるんですよ。そしたらあの時の女の人が飴持ってるでしょ、なんでって笑いながら、そのままスキップして墓入っていったんですよ。多分あげたら、その女性は多分もう取り付けるんだろうね。そうで、そのまま多分神隠しかなんかをしたのか、あの世に連れてったのか分かんないけど、2、3人はもう連れてかれたんだよ、毎年行方不明になって。うわー、じゃあ、そういうことか。で、なんでお前は生きてるのっていう意味で、もらったのに、なんでなんでって笑いながらこっちを見てたんです。うちも初めてお墓じゃないとかやったから、たまたまに残ったんだね。そうでしょ、やばっ、お墓怖と思って、この話。うわ、その人よう生きてたな。無理だ無理だ、留守してるやつね。皆さんゾッとしたでしょうか。いやー、すみません、やばいやばい、俺やばい、俺やばい、俺やばい、これは無理。最大の部第13回ゾッとする話、なんと今日3個だけで終わりということになります。マジで、最後ちょっとパンチ力やばかったからいいのよ、いいのよ。あんなにビビったらもうそれで終わればいい。マジやばい。まあ、これからもゾッとする怖い話、長々と楽しんでもらうためにも、ゾッとする怖い話、自分たちの体験でありましたら、こちらのメールアドレスまでよろしくお願いいたします。少しでもゾッとしたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次のゾッとする話でお会いしましょう。どうやった？いいよ、びっくりした。いや、なんかドアの白いの撮った気がしたんだよね。いいよ、もうここら辺怖いて、マジでこの二人どうかしてる。え、じゃあマジどうかしてはいね。どうやばい。俺は別に普通にドンドンしてるだけだけど、こいつがやばいんだよ、多分。うん、マジで。さっきの音やばい、マジで。びっくりした。俺も一瞬、本当にこの席だけもう行きたくないと思った。ドーンと。やめろよ。